ごきげんさまです。断捨離トレーナーの丸山ゆりです。今日は断捨離の実際のやり方をご紹介したいと思います。今回はこのお財布の断捨離をやってみます。このお財布の中身を今このように全部取り出しました。そしてこの中身を分類していきます。毎日使うもの、時々使うもの、めったに使わないもの、使わないものに分けていきます。早速始めます。お金は毎日使いますので、こちらです。そして、これはデパートのクーポン券、これはお金に準ずるものなので、こちらです。使います。そして、お守りも毎日守ってくれるもの、これなので、これは毎日使うもののところに置きます。そして免許証、これは、毎日携帯しておきます。それから、あとは時々使うものですね。時々使うものは、スーパーマーケットの会員カードですね。スーパーは、2、3日に1回、週には、何回か行きますので、こちらの方、デパートのカード、そしてコンビニエンスストアのカード、そしてこちらもコンビニエンスストアのカードですね。そして、スーパー専用のクレジットカード使います。そして時々使うものは貸金庫ですね。そして、銀行のキャッシュカードも時々使います。郵便局のカードも時々使います。そしてここまでですね。時々使うもの、そして、めったに使わないものは、これは家電量販店専用のポイントカードとクレジットカードです。そして、ドラッグストアもそんなに行かない、めったに行かないものなので、こちらですね。それから保険証、これはめったに使わないのに入っていました。こちらですね。それからめったに使わないものは、貸会議室専用の会員カード、それから食べてはいるんですが、しょっちゅうは行かないお店のポイントカード、そしてこちらもあまり行かないお店の、商品券ですね。これもそうです。商品券になります。そんなに使わないです。もう名刺は毎日入れています。これは毎日使うものになります。そして、めったに使わないものと使わないものですね。使わないものは今日使ったもうレシートはいらないものですね。そして、これはメモ用紙ももう今いらないものですね。出します。これは、お稽古のクーポン、これは、ごめんなさい、時々使うものですね。そして、これは香りのお香なので、これは毎日使うもののところに入れます。そして、ありました。使わないものも先に入れていたものは、来週、使う予定の新幹線のカードをもう早速入れてしまっていました。これは、今入れておく必要がないので、ここから省きます。ということで、私が今お財布に戻そうと思っている必要なものというのは、毎日使うものと、時々使うもの、ここまでですね。そして、めったに使わないものというのは、その行く目的があるときにその都度入れるようにしますので、こちらの分は今から出しておきます。そして、お財布に戻す前には、きちんとお財布の中にゴミが入っていないのかどうか、それをきちんと掃除もしてあげて、汚れがあれば拭いてあげるということで、お財布はお金のお家なので、こちらもきれいにきちんと、してあげます。そして、カードを入れるところの枚数分、全部何かカードを入れようと思ってここに入れるのではなくて、本当に今自分が必要なものだけを、お財布に入れて、そして使うということです。こちらのお財布の中が整うということは、お金の循環、お金の循環も良くなるということです。そして、こちらが整うと、お家の中へもそれが連動して、波及していくということです。
以上、今回お財布の中身の断捨離をご紹介しました。断捨離トレーナーの丸山ゆりでした。ありがとうございました。